はーい、どうも、なとだよ。今回はね、ちょっとプレイ動画が配信の切り取りなんだけど、その配信の切り取りのプレイ動画が映る前に、ちょっと昨日生配信、スパッタリークリアを使って、思ったことを言ってから、ちょっとプレイ動画に移りたいと思います。多分そっちの方が、あれ、スパッタリークリアについてわかりやすいと思うのね。で、スパッタリークリア、使ってみた印象は、めちゃくちゃ楽しい。本当に楽しい。多分、強い部類に入る武器だと思う。まあ、めちゃくちゃ最強いってわけではないけど、かなり強い部類に入る武器だと思います。でもやっぱり、強い理由はやっぱサブのトーピードとスーパー着地がメインにめちゃくちゃ噛み合ってる。うん。で、トーピードがあるおかげで、敵の潜伏を阻止できる。うん。トーピードで索敵して突っ込むみたいなね、ムーブがかなり強い。なんで、まあ、ギアはね、復活短縮が、ステジャンがかなり強い。で、今回試しにリベンジをつけてみたんだけど、まあ、リベンジ弱くはないんだけど、おそらくカムバックの方強いかなって印象。まあ、リベンジね、確かに発動はするんだけど、もう強い時もあったんだけど、まあ、ステージによるかな。ステージによってはリベンジ発動してても全然壁越しに見えない。というか、壁越しに敵がいることが少なかったりするから、まあ、ホッケ不当とかはリベンジ最愛だと思う。うん、ステージによっては、ね、壁越しに敵いることがなくて、全然、なんだ、壁越しで敵が見えるってこと少なかったりするから、うん、多分ステージによってはリベンジ採用ありなのかなって。まあ、基本的には多分カムバックゾンビの方が強いと思いました。はい。で、スパッタリクリア本当に、うん、そうだね、トーピードで索敵して突っ込むってムーブが強い。で、スーパーチャクトの相性いい。なんで、まあ、そんな感じかな。あとはプレイ動画見れば強さわかると思います。で、1試合目が、ここ3試合なんだけど、まあ、一番最後の試合はね、ちょっとあんまり、キル数っていうか、キル数が良くなかったんだけど、なんだろう。スパッタリークリア復活短縮の強さがわかる感じの試合だったんでね。うん。なんだ、復活短縮の強さがわかる試合。なんかちょっと面白かったから、3試合目あんまキルしてないけど、動画化しました。はい。じゃあ、プレート、あ、そうだ、あと1個。スパッタリークリアがね、スーパー着地が、スライドを硬直なしで打てるらしい。さあ、これはね、ちょっと配信、昨日の配信終わってからツイッター見て知ったんだけど、いくよ。どうなんだろう、これ。どうですかね。どうでございますか。え？なんかもっと、俺ツイッターで見た感じだともっと一瞬でしてたんだけどな。タイミングかな。いくよ。ああ、ほら。硬直なしで言ってます。もうこれもね、これも多分スパッタリークリアの、かなりいいところなんじゃないかな。まあ、あれ、昨日の配信では、この知識知らなかったから使ってないけど。はい。それでは、プレイ動画へどうぞ。このファッションセンス、ありありの、このギア。もうどうですか、これ。あえてリベンジ、この、タコドレスプロテクターネオに、リベンジギア。いや、マジ、この見た目がひどいって言ってたね。もうマジで、古い。古いね。まあ、平成だね。平成の考え、それ。もう令和。これ令和ファッションなんでね。はい。いや、ちょっと令和ファッションだってのを忘れてたわ。うん。ただ平、自分はちゃんとしっかり令和なんだって、ちょっと、あれ、しっかりとね、意識していかないと。いや、本当にあかん。しっかりやっていけ。突っ込むのは大事なんだけど、そう、突っ込むタイミングを、あと一発なんだって。ちょっとこの戦い不毛すぎるんで見えますわ。って思いきや、滑る。いやー、やられたか。初動一枚落としてなー、こう、フリー状況になるの、マジもったいないよな、勝利。ほんとに。ローラやっとしさ、マックスなんだけど。やれるでしょ、これ。オッケー。うわー、36か。オッケー。さあ、ローラどっかいるぞ。怖いね、ローラ。ローラどこいるんだろう。あ、いるわ。バカバカ。危ね。これであれだもんな。これとりあえず関門突破したいね。
これまず1枚やり、これちょっと生存でいいな。イエーイ、これ死んでほしいな、普通に。ナイスナイス。オッケーオッケー。これリードいけんじゃねえ、ワンチャン。さあ、生きて。これ生きるだけでオッケー。俺が今飛ぶから。俺守ってこれ。オッケー。さあ、ここチャンス。ビッグチャンス、ビッグチャンス。オッケー、やったやった。わか。オッケー、俺だ。俺だ、俺だ。いけるいける。さあ、ここ、左入りたい、左入りたい、左入りたい。もう、最悪。頑張って頑張って、マジで。ほんとに。ナイスナイスナイスリード。オーケー。今着地狩りしてくんのクソうまくね、敵。オーケー、エイム戻ってきた。十分十分。え、ここ。オーケー、まだ続くよ、俺らの戦いは。なんでこれ死んでない？これ引っ張ったでしょ。待って待って、やりたい、やりたい。え、あと一発、あと一発なん。本当に。わあ、それうまいな。オッケー、あ、着地強くね、この時と相性めちゃくちゃいい気するんだけど。ああ、一だよね。これ今スライド入れてフェイント入れるのが正解か。どうしてもスパッタリーのさ、スパッタリーってさ、他のマニューバに比べてめちゃくちゃ乱数あるから、ああいうの安定しないんだよね。今レッチ食らってたけど倒せないし。これ着地買いに行きます、それ。あー、ダメか。こいつ着地変えたら完璧なんだけど。なんかスパッタリやってると勝手に動体疲労感上がりそうなんだけど。いけるいける。あー、それはね、もったいないね、これ。ナイス。味方カミスリルトルート、どこにいるのこれ。ローラーが来る。無理だこれは。いや、俺スパッタリハマったかもしれんわ。まあ、これは油断できないよ、マジで。やばいやばい。よっしゃ、危ねえ。結構ヒヤヒヤだった。あそこで俺やれてたのは理由だったな。よし。すげえ。アスパクリ、俺の、性格、立ち回りに合ってるわ。あ、俺さっき、やった！これ動画化しよう。わはは。いやー、イカ忍者も強そうだな。なんか思ったよりリベンジつけてる人いないな。さあ、行きまーす。マジでね、あのスパッタリの人のトーピードの使い方うますぎて、マジでめんどくせえ。ほんとにめんどくさい。
はぁ、もう当たってんの、令和が足りてない。いや、それはある。ちょ、令和ファッションの力見せてけ。令和ファッションの力見せてく、侍。どこにいるの、どこにいるの、どこにいるの、いる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 。オッケーオッケー、やったやった、しっかり味方のカバー。オッケー、あのスパッタリとやったやった。オッケー、これでかいっしょ。このスパッタリさ、このスパッタリとうまいから、このうまいスパッタリやれば、まあここ一回、あ、カンも一緒に突破したいな。オッケーオッケー、やったやった。オッケーオッケーオッケー、頑張れ頑張れ。オッケー、でかいでかい、マジでかい。でかいぞこれは。やったやった。うわ、うますぎる今の俺の。いや、これカモ突破しちゃでかいよ。カモ突破しちゃ、カモ、ヤクラ見て、ヤクラ。ナイスナイスナイス、味方強すぎる。やべ、慣れてきた。俺スパッタリーに慣れてきたわ。慣れてきた侍ですね、私スパッタリーに。残念、私着地持ってるんです。やった。ナイス、見え、もう神。あー、後ろ後ろ、あ、いる、後ろいる。オッケー、やった。乗れば勝ち、乗れば勝ち。いや、神でしょ。いや、うん、はい、言うて一番キルはしないと思う。うん、はい、銃しかもらえません。さあ、行きますか。のののののの、あ、さっき強いスパッタリーの人味方に来たわ。この人 とあれ、トーピードコンボを決めて俺は連勝するんや。わっ、何そのボム強すぎやろ。だがしかし、俺はリベンジが発動するんでね。俺はリベンジの可能性を信じるよ。あー、味方強い、これ。これなんか何もしなくても勝てそう、この試合。さあ、こういうのはしっかり。待って待って。あと一発。いやー、ごめんねー。さあ、後ろいないから、これ、矢倉飛んでいいかな。ナイス、いた。うわっ。やめて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 、ダメない。おっ、はい、残念。どこいんのこれ。怖すぎ。危ね、やったやった、ナイスです。はうふふ、うますぎ俺。やばい、俺センスあるかもしんない。あー、敵もスパッタリーか。あー、やばい、俺今調子でも37でか。やばい、リベンジ強いわこれ。これ敵の場所一人分かんのマジで強いと思うんだけど俺。いやー、マジそれ、何後ろにもいんの。いやー、頑張って頑張って。いや、マジでこれ復活短縮リベンジ普通に強いな。ナイスナイス。あー、そういうパターンか。ほら、これでさ、いやー、強い、クイボが。うん、だってこれ攻めてるだけで強いもん。これさ、正直キルしなくても攻めて攻めてさ、攻めまくってさ、とにかく相手のお邪魔虫してるだけで強い説ない。いや、相手持ってけんか。すまん、この試合ちょっと沼ってるわ。いや、ラップで最高だな。ほら、もう攻めてるだけでなんか勝手に前線上がってくもん。うん、味方が強いだけ。これ味方が強いだけ説唱えてよろしいか。
ッケー、左から来そうか。いる、やっぱり。あぶねえ。いや、無理だ、それは。ナイス。あははは。ただ死んでリベンジ発動させるだけで勝つこと。強い。多分敵からしたら相当うざいよ、これ。なんか一生湧き出るゴキブリみたいな立ち回りしてるわ、俺、多分。一生湧き出るゴキブリみたいな立ち回り。ヤグラ乗ってるのが多分、あれですね。いや、気持ち悪い、あいつ。だが、しかし、リベンジで、丸見えなのだ！そっちでやだ。いや、待って、本当に俺負けたら先輩だからやめよう、これ。ちょっと俺結構、ちょっと、ゴキブリ、マジで、ザ・ゴキブリみたいな始まりしてるからね。やめて。マジで俺何も考えてない。はず、この機動力。やれそうでやれない、この私、ゴキブリリベンジマン。はぁ？ガメ。あー、やばい。やばいやばい。ちょっと本当に連続ですしてる。連続ですすぎて、これマジ怒られるやつや。おーし、でかいこれ。で、俺はここで。はい、でかい。はい、しっかり有効キル取ってればね。こうやって逆転を阻止する有効キルさえ取っちゃえば、もう先輩もクソもないんでね、このゲーム。うん、結局、勝ちにつながる、勝ちにつながる、キルさえ取っておけば、あれなんですよ。うわぁ、うまいね。でも、着地狩り、着地狩りってこっちにも利点あって、着地中にデスしたら全然スペシャルゲージさ、減らないんだよ。だから、着地狩りってこっち側にも利点がある。うん。はい。やりたい。え、これめっちゃおもろくない？二人のゴキブリ、77でおもろくない？これ。いや、多分ね、このね、先輩に見えるけど、このダブルスパッタリーは、かなり敵からしたらうざかったと思うよ。うん。俺はそう信じてるよ。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたならチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。